どうも、こうちゃです。今日はこの間買った、じゃん、プラナリアキャッチャーを実践いや、使ってみたいなと思います。まあ、プラナリアキャッチャーって何って言ったら、もうほんとそのまんまプラナリアホイホイですね。プラナリアホイホイ、下からプラナリアが登ってきて、この中で帰らぬ人になると、まあ人じゃないか、帰らぬプラナリアになると。で、結構意外と重量感あります。なんか真ん中に黒になるけどいいのかな、ゴミで。一応これ取れます。ガッと、この黒いじゃない、この黒いゴミ取れないですね。このまま使いたいと思います。多分大丈夫かな。まあ大丈夫だとは思います。じゃあまずはこちらのプラナリアのご飯、何なんだろう、プラナリアのご飯って。肉系だったら何でも多分来るとは思うんですけど、このご飯をね、ここに入れて蓋をして、よっ、ゆっと、こちらでプラナリアホイホイが完成になります。じゃあレッドビー水槽に行きますか。久々のレッドビー水槽。はい、今のレッドビー水槽こんな感じになっております。あれ、水槽もっと大きくなかったっけって思う方いらっしゃると思います。実はレッドビー水槽リセットしてるんですねちょっとね、やっぱビーちゃんが結構なくなってしまいまして、これやばいと思って、調子のいい水槽にみんな移動して、これ絶滅しちゃう、やばいなと思って、なんとかあがきまくって、チエビが今こちらに真ん中にいる、チエビちゃんこのぐらいのサイズのが今ご飯食べてますけど、このぐらいのサイズの子たちが今20匹ぐらい、ようやくうまく育って絶滅の危機は回避できたかなと思ってます。まだね、でもまだわかんない、レッドビーよくわかんないことがすごい多い。レッドビーを買い出して9ヶ月ぐらいかな、今思ったことは、まあ水草の調子がいい水槽はビーちゃんの調子がいいなって思いました。で、あとはやっぱりプラナリアはいない方がいいかな。プラナリアがいると、プラナリアがレッドビーのご飯を食べちゃって、レッドビーがあのプラナリアのヌメヌメが嫌いみたいで、あのヌメヌメが体にくっつくとピョーンってどっか行っちゃうんですよ。で、ご飯食べようとしてプラナリアがいると、ピョーンって跳ねてどっか行ってご飯食べれないってことになって、なんか死んじゃったりとか、プラナリアに食べられちゃったりとか、プラナリアがいるとあんまりうまく育たないのかなと思いました。いやでもほんとね、もう一時期はもう無理かなって、正直無理かなって思ってました。でもね、なんとかシエビが20匹、さっき流木とか全部どかしたら19匹ぐらいはパッと見たんで、おそらくそのくらいはいると思います。プラナリアキャッチャー入れてみると思います。じゃあ手でそのまま行くよ。いや、水が入らないね。水を入れなきゃね。ちょっと今水を入れます。遅いから、はい、まずここに設置、ど真ん中に設置したいと思います。で、ご飯を入れて、で、こちら水槽内で蓋をします。よっ、ちょっと下目に、プラナリアって土の中にいると思うんで、はい、できました。プラナリアホイホイ、なんか面白いね、この水槽の中によくわからないものが入ってる感じが。本当にプラナリア来るかな。じゃあ少し待ちたいと思います。
はい、プラナリアキャッチャーずっと置いておいたんですが、全然プラナリアが入りませんでした。多分餌が悪いと思うんで餌を変えたいと思います。プラナリアって肉食系なんで、お肉系、肉食系の餌をポツンと入れようと思います。このご飯をあげると結構プラナリアが水槽に出てくる気がします。では沈めます。失礼。はい、ではこの状態で少し置いてみようと思います。入ってくるか。はい、市販の餌では効果がなかったので、エビのこのフード結構肉食系らしいんで、それを中に入れてみて、まあ、しばらくかなり時間を置いたんですが、まあ一応入ってはいますね。かなりちっちゃいプラナリアが入ってます。見えるかな、見えますか。かなりちっちゃいプラナリアが何匹か入ってます。ただ大きいプラナリアは全然入ってないですね。まあちっちゃい子から倒していければ大きくはならないんで、ちっちゃい頃から予防ってことですかね。まあプラナリアキャッチャーだけど効果はまずまずというところでしょうか。大きいプラナリアは自力で頑張ってスポイトで吸い取れってことですかね。まあちっちゃい子がね取れれば大きくなることはないんで、まあ、どうなんでしょうね。そんなすげー取れるってわけでもないんで、そんなところでしょうか。ブクブクの電源切るの忘れちゃった。ちょっとうるさいかもしれません、ごめんなさい。で、効果は一応あるけどたくさんは取れないって感じですね。赤虫でも入れれば取れるのかな。機会があればやってみようかな。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。よければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。よければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。